はい、どうも赤崎蓮華です。今回も FIFA22 監督キャリアモードやっていきます。前回パパジョーンズトロフィーのグループステージ1戦目を戦って、相手はトランメアローバーズ、勝って現在1試合消化で2位につけてます。最後サルフォードを相手に引き分け以上で1位突破できるので、ここはしっかり戦っていきたいところですね。そして今回はリーグ戦2試合あります。中でも1試合目にピーターバラユナイテッドとの直接対決があるので、ここは絶対に負けられない。試合の前にスカウトレポートを入ってきました。イングランドの守備的思考ですね。3ヶ月目、1人ずつ見ていきましょう。今月見つかった選手1人目、ジェンソン・タルボット。165センチか、66から90、15歳、市場価値22万、微妙。2人目、アーロン・ハンター、左サイドバック、市場価値は14万、ダメですね。3人目、トミー・ロジャース、46から62はひどいな、10万、うん、お話にならない。4人目、ハリー・フランシス、ポテンシャル高いな、81から94、175センチか、市場価値は230万ある。いやー、右サイドバックかなこれ、ただ能力は高そう。最後5人目、ハーベーコラーかな、ハーベーコラー、43から59、10万、お話にならんね。ではこれまで見つかった選手ちょっと整理して絞り込んでいこう。では4人まで絞りました。1人ずついきます。まずはジェイク・ウィンター、193センチ、この選手ポテンシャル高い、81から94、市場価値が150万。いや、この選手は契約したい。やっぱ背の高いセンターバック欲しいからね。そして候補2人目がこの今月見つかったハリー・フランシス、この選手もポテンシャル高いよね。市場価値230万、多分右サイドバックか、もしくは右サイドハーフになりそう。とりあえずこのウィンターとフランシスを迎え入れるためにちょっとユースいっぱいいっぱいなんで削っていこうと思います。そして今回削る選手なんですが、今回センターバックとおそらく右サイドバック、もしくは右サイドハーフ、ここのところが入るので、左サイドバックこの4人もいらないということで、まず1人目、ジョルジオ・ペジェグリーノ、思ったより伸びてない、77から83なので、まあ、この4人の中ではちょっといらないかな。うん、ポテンシャルどんどん下がってってるということで、ペチェグリーノ放出、残念。そしてもう一人なんですけども、このヤゴープラナス、98万ぐらいあったのかな、市場価値。ただね、思ったより伸びないのと、ポテンシャルがどんどん下がってきてる、76から82までいってしまってるので、正直このティエモことニールに追いつかない。なので、まあ、両スポーできるんでね、左と右。で、逆足も高いし、残したかったんだけども、ちょっとね、ここは器用貧乏ということで、ここも放出しようと思います。ヤゴ、残念だったな。どっかでまた会おう。というわけで、2枠空いたので、契約していきます。まず、ジェイク・ウィンター。150万、193センチ。これは絶対センターバック、契約。そして2人目はハリー・フランシス、まあ、おそらく右サイドバックになると思うけども、市場価値230万はかなり魅力がある、ここも契約しましょう。で、残りの2人なんですけども、このルカ・カニンガム、市場価値100万あるんですよね。ただポテンシャル71から89とちょっと微妙、怪しい。正直70代の選手なんじゃないかなという気がしてる。なので、まあ右サイドバックそんなにいてもしょうがないので、ここは拒否します。100万だけどね、うん、しょうがない、拒否。そして最後イワン・フォックス、70から90、多分 CDM、 ただ市場価値22万なんで多分70寄りですね。うん、今の枠にはちょっと入れられないということで、ここも拒否します。では新たに契約した選手1人ずつ見ていきます。まずウィンターですけども、 CDM CM なのこの選手。
や絶対違うでしょう。でオーバー61でフィジカル64でペース66、結構足速いんだ。でディフェンス60、ドリブルパスそんな高くないからね、シュートも低いし、いやーもう絶対センターバックだと思う。でフィジカルメンタル面ですけども、ダッシュ速度71もある、マジか、足速、193センチなのに。でジャンプ68で、インターセプトちょっと低いか、60しかない。でテクニカル面ですが、ショートパス66ある。でヘディング精度が63、タックル60か、いや本当これ CDM なんかな。ちょっとセンターバックコンバートもしてみたい気がする。そして2人目、ハリー・フランシス、 RBLB 両方いけるのか。逆足高いね、4割で、攻撃意識守備意識両方高い、いいですね。でフィジカル70でディフェンス65、ペース61で、フィジカル面はスタミナが多い、73ある。そしてダッシュ速度62で、敏捷性も66あって、まあまあ良さそう。でリアクションも高い、66、インターセプトいいですね、60以上ある。テクニカル面ですが、クロスも60以上あって、全体的に能力高いですね。守備意識も高いし、かなりいい右サイドバックになりそう。そして今ユースがパッツンパッツンの状態なので、また次ね、3ヶ月目のスカウトレポートが来たらクビにしなきゃならない。正直この日本人選手、加藤大輝、そして岡本貴弘、松木実友、この辺はね、次の首候補かな。正直あまり伸びる気がしない、覚悟しておいてほしい。それでは一人スカウトが空いたので、また派遣していきましょう。今回はアフリカのフィジカル、もう一回挑戦したい。で国なんですけども、今回はカメルーン行こうか。カメルーンのフィジカル3ヶ月、もうガチムチの、もう190以上のカメルーンの選手見つけてほしい。頼んだ、行ってこい。それでは本日の1試合目やっていきましょう。大事なピーターバラユナイテッドとの対戦。相手5-2-1-2か、かなり守備的だな。ただウィングバックの前結構スペースありそうなので、サイド攻撃で崩していきたい。で今回もシモンズちょっと疲れてるけども、ここはスタメンで行く。今日もゴール決めてくれ。あとハースト2試合連続ゴール期待してるよ。さあやってきました、大事なリーグ戦、ピーターバラユナイテッドのアウェーゲーム。ここに勝てばおそらく首位に立てる。ただ相手ね、かなり守備が固いチームなので、ロースコアゲームになりそう。まあ、しっかりこっちも守備して1点1点大事にしていきたい。さあヘディングで落として、中固めよう、きちんと守備して、シモンズついてって、上がってきた、アップね、クリア。さあサイドワイツに渡る、いいパス。さあロドリゲス、ここバーグマン使う、いけるか、うーん、ここはクリア。ただまだある、ロドリゲス、ハーストシュート、うわ強烈だが、よく止めた、うーん惜しい。さあスローイン、ここ中入れさせたくない、守備しっかりライン上げて、抜かせんな、うーん来た、戻して立てくる、ここも戻す、中裏使ってくる、ここしっかりつこう、一人一人、あーっとここ抜かれた、まずい、シュート打ってきた、うわーやばい、このシュートはえぐい、ぽっかり空いてしまった、マークの受け渡しうまくいかない、ここは開けてしまったが、うん、どっちも行ってないんだよな、そりゃ振り抜かれるわ。シモンス相手のプレスきつい、ロドリゲス、さあハーシャ通るか、うわ引っかかった、ここカットできる、できないのかい、ちょ裏まずい、
これはイエローカード出るな。ただしょうがない、あそこ抜けられたらやばかった。戻れ、守備しっかり、縦に行かせんな、戻して斜めのパス、ファールはできない。ここで打ってくる、いやー抜けた、アップねー、オフサイドか、イエローカード出た。え、どこで、ワイツ、ちょっと1点重いな。さあサイド駆け上がって、ブラント、ハーストへ、さあクロス上がっていい、詰められるか、いやシュート打てない。上一気に来た、下津ナイスカット、まだある、バーグマン、あ厳しい、いやー相手うまい、なんでその切り返し読まれるんだろう。奪えない、いや入れ替わる、まずい、シュートってきた、シャルバティ、ナイスセーブ、危ない。さあシモンス持っていけ、シモンス、ロドリゲス、さあハーストへ渡るか、ハースト、あここ入って、守備硬い。さあまだある、ロドリゲスへ、ロドリゲスシュート決めた、同点、ナイスシュート、ロドリゲスうまい。ちょっと危ないよそのバッテン、いやーようやく追いついた。ここゲーゲンプレスから狭いところ、ロドリゲスいいタッチ、そして左隅、よくそのコース蹴れるな。ほんとシュート精度高いねロドリゲス、どんどん打っていこう。いやお見事。前半スタッツ見ていきましょう。1対1で折り返しほぼ互角、ただパス本数がねだいぶ倍近くやられてる。ただボールは奪えてるので、もうカウンターでね点決めたい。この試合下げてシモンス、トレイヤー、さあここ縦いこう、さあいいボール入った、シンプルに上げていこう、ニアサイド、ファースト惜しい、キーパー、ここはカットできるよ、いやできないか、空いてくる、ナイス。さあカウンターいけ、 Y2 縦いけるよ、ここ縦いって上げて、ハースト決めた、見事なクロス、ピンポイント、ハーストのゴール、いやー速攻決まったね。やっぱ5バックの相手はカウンターがね有効的。リプレイ、ここワイツいいクロス上げたな、ハーストも見事なヘッド、これはキーパーどうしようもない。奪える、奪えるか、奪えない、前向かせんな、ナイスカット、さあここカウンター、一気に行く。サイド、バーグマンへ。シモズもう一回走ってくれ。シモズへ。さあ、シモズシュート、うわー、ブロックだ。ハースト。セカンド拾えない。ゆっくり行こう。さあ、ワイツへ。ワイツ。中、切れ込んでいって。裏通す。ブラント、上がってきて。ここ難しい。切り返し。さあ裏からコレイヤーシュート、ーゴールキーパー交代使おう。さあワイツに変えてカールソン入れよう、そしてシモンズに変えてロッシー、ロドリゲス中、バーグマン、バーグマン粘ってシュートコース空いた、うー左外れたか、惜しい。中固めよう、元で、あっとちょっとここ空いてる、なんで、うわ危ねえ、よく防いだデリー。さあ裏抜けてブラント、縦行こう、ブラント、走れ、まだいける。さあクロス、ニアサイド、ダメか、戻れ、縦行かすな、いやー縦来た、ここしっかり体ぶつけて、奪えない、奪えない、相手強い、なんでこんな強いの相手。ここはゴールキック、守備しっかり、前向かすな、あんまり折りすぎずに、ナイスカット。さあカウンター、ロドリゲス、カールソン、カールソン走ってくれ、カールソンちょっと遅いよカールソン。さあここ前突っかけて、カールソン、いや奪われるのか、
打ってきたここ空中戦、ここで試合終了。よし勝った、あぶねー2対1。いやーきつい相手だった、フィジカル強すぎ相手、こっち球際ことごとく負けてたね。いやーそれにしてもなんとか勝ってよかった。試合データ見ていきましょう。結果は2対1、新勝。いやーきつい試合だった。相手パス本数倍取られてね、こっち96、3桁いかず。いやカウンターだけでなんとか攻撃した感じ、理想とするね形じゃないけどもなんとか勝てました。個人スタッツ見ていきましょう。ディフェンス陣頑張ったね。デリー 7.0 でバウは良かった 7.1、 ピンチだいぶ防いでくれた。そして1アシストバーグマン 7.2、 ワイツが 7.0 でロドリゲスが1ゴール 7.5 でハーストも 7.5 か。あれマンオブザマッチいない、相手チームか。さあピーターバラに勝ったのでアネオトユナイテッド逆転で首位に立つことができた。いやー14試合目にしてようやくだね。8勝5分け1敗なんとか1敗も持ってる。ただ5位のウィコムまで勝ち点差が3しかないので、1試合負ければ簡単にひっくり返ってしまう、気をつけないと。さあ続いてはリンカーンシティとの試合、相手最下位のチーム、ここは絶対勝ちたい。433ホールディングか、5バックよりはマシ。そして中2日の試合なので少しメンバー入れ替えてます。ただハーストやっぱり得点が欲しいので、ここはスタメンで使っていく。今日もゴール決めてくれ。さあ2試合目、相手はリンカーンシティ最下位チーム。まあここはねサクッと大量得点で勝って首位をがっちりキープしたい。サカールソン一旦戻して、ここ角度ないな、パス出したいけども、ハーストへ、ハースト、ここ振り向いてシュート、いやーキーパー止めるか、コーナーキック。さあいいボールだ、ヘディングはここ打てない、ヘディング勝負。ガルシア拾って、マグロは縦つけてロッシー、ここつけてバーグマンからカールソン、さあクロス、ここ決めてくれ。いやーなんで決めらんないのロッシー、今のは押し込んでほしい。なんでそんなおしゃれなことしようとしたの、いやーひどい。さあ立てくる、セセニョン奪えない、シュート打ってきた、ここはデボスキャッチ。さあカールソン空いてる、カールソン立ってファースト、ガルシア、ガルシア中央上がってきたところ使いたい。さあカールソン空いた、カールソンシュート、あーキーパーに止められる、潰せるか、いやーセセニョンそこ抜かれちゃダメ、セセニョン、ここしっかりブロックして、ブロック、なんでそこ開ける、まずい、でもすごく止めた、セセニョン対応して、セセニョンクロス上がってくる、ヘディングはここは大丈夫、今日全然競り勝てない、シュート打ってきた、デボス止めた、危ない、ここ中切り込んでってファーストからバーグマンクロス、全然ダメ、奪え、ナイスガルシア、カールソンファーストへ渡る、ファースト打てるか、ファースト打っていく、これは厳しい、もう一度シュート、よしこのキーパー止めるな。さあロングボール蹴ってきた、空中戦ここしっかり勝って、ナイスバグマン、さあハーストここ奪われたくない、さあ前開いた、シュート強烈、うわすげえシュート、ハーストの強烈なミドル、1点先制。いやこういう個人技でやっぱ取っていく、すげえなハースト、だんだんシュートじゃん、リプレイ、いやここ前空いたんでね思い切って振り抜いた、いやすげえシュート、
シュートスピードがえげつない、バズーカ砲、キーパー取れず。前半試合データ見てみましょう。1対0で折り返し、いやハーストのバズーカすごかった。試合は支配してるのでもっと点取りたいんだけども、相手の守備が硬いのとフィジカル強い。ここはもうどうしようもないか。球際強いな相手。ナイスカット、さあ縦速い攻撃行こう、バーグマンへ、さあ通る、バーグマン縦突破して抜いていく、さあクロス、ファースト、よしよし、いいクロスだ。ファースト今日2ゴール、いやカウンターがうまく決まった。やっぱ奪ってから早く行かないと、もう球際強いんでね相手。バーグマン、さあここ切り返して縦使う、ガルシア、ここドリブルで抜いていきたい、ドリブル、さあガルシア行って、ガルシア、いやキーパースーパーセーブ、決めれない。大外、さあオープンスペース、バーグマン使う、さあ上がってきたイェイガー、ファーサイド、カールソン決めて、よし決めた、押し込んだカールソン、3点目、1本目で決めてほしかったけども、いやーカールソン久々のゴールじゃないかな、もしかしたら今シーズン初、いやー長かったね、ナイスゴール。リプレー、ここファーサイド狙ってカールソンボレーだけども1本目で決めてほしかった。まあよく押し込んだよ。ドッツ、ここで試合終了、3対0クリーンシート。いやー球際相手強かったな。まあハーストのスーパーゴール2発炸裂、いやーそれで勝ったようなもん。まあカールソンもねゴール決めてくれてよかった。試合データ見ていきましょう。結果3対0完勝、いいねクリーンシート。でシュート12本打って、まあ、3点だけか、もっと取りたかったね。個人スタッツ見てみましょう。デボスがマンオブザマッチ、マジか 8.8、まあ、だいぶ止めたからね。そしてバーグマンが2アシスト 7.8 で、カールソンが1ゴールで 7.8、まあ、カールソンようやく1ゴールかな、長かったね。そして2ゴールのハーストが 8.5、 おそらく交代しなかったらマンオブザマッチになってそう。さあリーグ戦2連勝して首位キープ、勝ち点32、いい感じです。でゴールも30点台乗せましたね。1試合平均2ゴールか、それでも、まあ、昨シーズン比べたら取れてない方。そして次回はリーグ戦2試合、エクセターとカーライル、同じ昇格組ですね。ここはしっかり周囲の貫禄見せつけて、大量得点で2試合連続フリーシート狙っていきたいですね。では今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。